た会社クビになるわよ。あなた、車に乗りなさい。あなた、たった今会社クビになったでしょ。いっぱい質問があるのね。いいわ、全部答えてあげる。さあ、車に乗りなさい。本当にあなたは質問が多い人ね。いい？順番に話すから、落ち着いて聞いてちょうだい。まず、あなたが会社をクビになった件だけど、せっかく私が教えてあげようとしているのに、あなた勝手に電話を切るんだもん。調べたの。簡単なことでしょ、そんなの。黙って。それでね、あなたをクビにしたのは、というより広川様の言いつけで処理したんだ。それはなんでだって聞きたいでしょ。納得いかないけど、あなたも選ばれたのよ。だから私が迎えに来たってわけ。黒川様の後継者の候補に言う。それはわからないわ。本人に聞いてみた。そうそう、質問の残りあったでしょ。答えはあれよ。あなたが行くところよ。それに全ての回答が待っている。慣れればどうってことないわよ。あなた本当に神経質なの。あら、あなたのことだからここはなんだとかきっと思ったのに。入って、黒川様がお待ちですから、くれぐれも粗相のないように。
お待たせいたしました。ただいまご希望の男を連れてまいりました。口を慎みなさい。そういうことなのに、分かったかしら。バカね。簡単だと思って引き受けたんでしょうけど、やめとけばよかったな。まあ好きにしなさいよ。どうせ私に勝てるはずないんだから。そうそう、あなた用の携帯電話渡しておくわ。回線が特別製でね、いろんなところに融通が効くようになってる。あなたをクビにすることだってあっという間だったわ。便利よ。じゃあね。
悪いわね。あいにくだけど今ちょっと手が離せないのよ。じゃまた後でね。